バドミントン、全日本社会人選手権、第3日、9日、鳥取県民体育館、混合ダブルス3回戦、写真、同会場で勝利した元ペアイガラシと桜本混合ダブルスでオリンピック、五輪、2大会連続銅メダルの渡辺優太、27イコールビプロジー、23年世界ジュニア選手権女子ダブルス王者の田口真也18イコールアクト SAIKYO、 がデビュー戦から2試合連続でストレート勝利を収めた。3回戦に臨み、2対0、21から13、21の11、で大田俊也、木山流星組を下した。共にサウスポーの2人は強打で得点を重ねた。この日は同会場で先に元ペアの五十嵐、旧制東の、有沙、28、が桜本綾子、29、 との女子ダブルスで5回戦進出を決めており、それに続く解消となった。4回戦は今日午後に行われる。渡辺は12年に福島、富岡第一中の1学年先輩の五十嵐、旧西東の有沙、28、とペアを結成。渡子の愛称で活躍し、21年東京五輪から2大会で銅メダルを獲得した。 今夏のパリ五輪後に渡辺とのペア解消を発表し、8月下旬のジャパンオープンが最後の大会となった。五十嵐が桜本彩子との女子ダブルスの道へ進んだ一方で、渡辺は混合ダブルスの継続を決めた。若い選手と組んでまだまだやりたいと思い立ち、所属先の早川健一監督らと相談。過去にビプロジーで指導経験があった小宮山本監督、原悪と SAIKYO、K の協力も得たことで今大会は田口とのペアで臨むこととなり、初陣となった7日の2回戦では約23分でストレート勝ちしていた。二人は10月のアークティックオープン、フィンランド、デンマークオープンにもエントリーしているが、現時点で正式なペア結成の見通しは立っていない。渡辺裕太、渡辺裕太、1997年、平9、6月13日生まれ、東京都出身。 12年に福島、富岡第一中の一学年先輩の東野有里とペア結成。富岡高を経て、16年から日本ユニシス、現比プロジー。五輪では21年東京大会から2大会連続銅メダル。24年8月のジャパンオープンをもって東野とのペアを解消。同月に一般女子との結婚を発表。167センチ、左利き。 田口真也、田口真也、2005年、平17、10月9日、宮崎、日向市出身。山口、柳井中卒業後、柳井商工では主将として活躍。全国高校総体女子団体3連覇。高3の23年世界ジュニア選手権女子ダブルス優勝。24年4月の最強銀行入校が内定後、内定選手として臨んだ同行チーム。 アクト SAIKYO で23から24年 SJ リーグ新人賞。165センチ、左利き。